札幌市手稲区富岡の住宅街に来ています。現在も細かくて湿った雪が降り続いています。雪かきに追われている住民の姿も見られます。今朝の札幌は昨日から降り続いた雪の影響で住民が雪かきに追われていました。昨日と今日は重たいから本当年寄りには答える80過ぎてね、これやったら辛いって。午前10時までの24時間降雪量は夕張と赤井川で24センチ、札幌で7センチなどとなっています。道内は強い冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に大荒れの天気となっているところがあります。東北の苫前町の海岸では高波が防波堤を越えていました。日本海側では今夜から明日にかけて風が強まるため、引き続き暴風雪に警戒が必要です。交通機関にも影響が出ています。 JR は岩見沢と苫小牧を結ぶ室蘭線などが始発から運転を見合わせているほか、札幌と新千歳空港を結ぶ快速エアポートなど、これまでに191本の運休を決めています。